五役対決だったら TKD に勝てる人ってタイトルで対決するのありじゃね。めっちゃやりたくない。めっちゃやりたくない。確かに確かに俺も思ったよ。めっちゃきついこと言っとるやん。めちゃくちゃきついから。ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。マリオパーティーでヨッシー選ぶ女子大体ビッチ。その心は。でもヨッシー選ぶ女子は誰でもいけるみたいな。これ伝われ。僕男女でマリオパーティーとか陽気な遊びやったことないんで。お酒飲みながらマリオパーティーしたことあるってことでしょ。いや俺はねあるね。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいんだあれ。めっちゃ楽しいよ。男としかやってこないわ。あの創始と。はい、ということで本日の動画なんですけれども、2年前です。これは2年前の動画なんだけど、スタートダッシュどれが一番速いのっていう曲を一回やらせていただきました。懐かしい。あれどんぐらいいってんの。9万再生ぐらいいってんの。マジで、うん、まさかそれにちなんだパロディですか。パロディじゃないよ、本気だって。あ、本気。いつでも本気。あ、本気。どの腕振りが一番速いの。夏大丈夫これ。やっぱり陸上業界っていろんな革命が起きてるんですよ。長距離だったら厚底。厚底、そうですね。数年前そんなさ、なかった。なかった。ないでしょ。はい、革命があるよ。はい、言うなれば。確かに確かに。ピンレススパイク、ピンを取っちゃって、うん、でもそれが速いわけよ。数年前はそんな概念なかったからね。ってことは腕振りも変えちゃえって話。その概念で言ったらあらなち間違いない。間違いないでしょ。いくつか用意してきました。これも可能性としてあるんじゃないかと。ああ、可能性として、はい、いろいろチャレンジしていきます。でも一回だけ腕振りの動画僕上げてるんですよ、佐野先生と。十何万回再生いっちゃってるんで。それ僕昨日見ました。17万でした。そっちは見ないで、とりあえず。後日見ていただくっていう。いや、むしろそっちを見ていただく。後日見ていただくって形で、はいはい、今回はちょっとそのノールックで、はい、今日は置いといてで、こっちを見てもらう。はい、ということで、じゃあ早速、はい、やっていきたいと思います。やってみましょう。それやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで早速やっていきたいんですけども、最初はまず、はい、普通の腕振り。これもめちゃくちゃ難しいんですよ、実は。実はこれもちゃんと筋力が必要なんですよ。こちらに関しては正しい動画はあの草野先生の動画を見ていただいて、はい、できてはないけどあれを参考にして僕もやってるんで。はい、わかりました。これが基準になるってわけね。これが基準です。はい、これが基準です。今日は革命を起きるってことは、はい、この基準のタイムよりも早い腕振りが誕生すると。あ、もうその気は満々。普通の腕振り、基準のタイム6秒34。はい、どうですか力感としては。あと妥当ね。こっからどうなっていくか。1つ目、クロール。クロール、これは水があるところでやるやつ。一番速い進む、はい、わけじゃないですか。はい、一番速い。ちょっと早いのやめろマジで。クロールの結果6秒81でございます。落ちたか。いや落ちるだろ。さあなんで悔しがってんのか俺には分からん。じゃあ次行きましょう。先ほどもちょっと冒頭で話させてもらったんですけど、ピンレス、ピンレス、ピンレスシューズって言ったじゃないですか。はい、スパイクなのにピン取っちゃおうよって。はい、腕振り取っちゃおうよっていう。無理があるってそれはって思ったでしょ。はい、ピンがないのも無理があるよって思ったでしょ。桐生はあれでゼロで走ったんだから。はい、俺も行くよ、はい、多分やってみないと分かんないですね。そうだよ。なるほどね。そう、前はなるほどって言っとけ。わかりました。逆に大丈夫それで。編集でなんとか大丈夫。なるほどね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 。はい。なるほどね。なるほどね。楽しみです。どういう気持ちでスタートラインに向かってんだろうね。結果6秒50。うわぁじゃなくて早い。プレーなんだけど俺の全力でも負ける。ダッシュで行こうぜ。はい、次皆さん忍者ご存知ですか。忍者、忍者、忍者ご存知。あー知ってます。知ってるよね。はい、忍者ってめっちゃシャイね。いや確かに、いろいろ見ました、映像資料など。そうすると、はい、大体よ、うん、全員じゃないよ。うん、こうやって走る。うんうん、確かにナルトもそれ。忍者走りカッコナルト。なるほど。じゃあマツさんの走り真似するでしょ。真似しましたね。はい、ってことはナルトの真似をすることによって、はい、よって速くなる可能性を、はい、秘めたい。どんな気持ち。おーじゃん。
忍者結果6秒51。まだあるんですよね。当たり前だろお前。このデフィレ見たことありますか。あー女の子っぽい。そうですこれはいろいろ言われてて、はい、筋力不足なのか頭の形なのか、はい、いろいろこう言われてるんですよ。この、はい、女性がこういう風にデフィレやってしまう、はいはい、できれば多分こうした方がいいんですけど、これも早くいるからいるね。これチャレンジしてみようかな。あ、形はなってる。どう？うん、なんかね、骨盤動きそう。なんかすくってない。大丈夫。金魚すくいとかやってない。どっちかと言ったらなんかテニスサークル。テニスサークル。どうすんだよこれ。6秒25。最後までご視聴ありがとうございます。早くね。ちょっと多分ですけど、体が温まってきました、ね、温まってます。その説濃厚です。次、はい、バカボン。バカボン。いやもう何をやるかもう分かっちゃって。あそこで一番近いの誰か教えてあげようか。はい、レレレのおじさん。結構なんか遠心力で、はい、タイム出んじゃないかな。冒頭にも言いましたけど革命起こさないと。そうですね。名前が引くなよ。名前が引いたら終わりだよこの動画。はーい。こっち見んな。こっち見んな。マジで何をしてんのマジで。実はデレレのおじさん9秒96。ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会にさようなら。あ、こっちだ。ガチレスし最後に本当申し訳ないんだけど、はい、これ結構いろんな指導の中であるんですけど、前で腕組ませたり、はい、こうやったり、はい、いろいろやらせて、やっぱり腕振りって大事だよねっていう、はい、その指導ってめっちゃあるんですよ、はいはいはい、超有名なんですよその動画。腕振りがあってのこの全体の連動性なので、うん、腕が振れなきゃ足も回んないです、うん、なるほどね。これエンディング5だから。作品の後だから、はいはい、帰ろう帰ろう帰ろう。分かんない。 YouTube ってどうやって落とすんだっけ。